惑星のハビタビリティを決定する上で最も重要と考えられているのが惑星の地表面温度です。地表面温度を最適に保つためには惑星は中心星から近すぎず遠すぎず適度な距離を保つことが絶対的な条件であるとこれまでは考えられてきました。しかし氷衛星の内部に液体の海が発見されたり恒星の周りを公転していない浮遊惑星が発見されたりと宇宙には多種多様な惑星が存在するという事実が明らかになってきています。こうした観測事実を背景にこれまでの枠組みにとらわれないより斬新な発想でハビタブルゾーンを定義しようという機運が高まってきています。今回紹介する論文では中心性を持たない岩石型の惑星でも液体の水を保持するにはどうすればいいのかを理論的に検討しています。簡単に言うと太陽がなくなっても地球が生き残るにはどうすればいいのかというお話です。論文のアイディアは非常にシンプルです。惑星の地表面温度は中心性からの放射エネルギーと内部からの熱エネルギー地熱に大きく左右されます。地球の場合地表面での全入射エネルギーのうちほとんどが太陽の放射エネルギーで地熱の寄与はわずかです。そのため普通は地熱の影響は無視できるほど小さいのですが今回の論文では地熱に着目するのがポイントです。地熱も大まかに2種類あります。1つ目は惑星形成時に天体衝突や内部の分化によって力学的に解放される集積エネルギー。2つ目は放射性元素の改変熱によるエネルギーです。集積エネルギーは惑星のサイズ質量によってある程度上限が決まります。一方放射性元素の改変熱によるエネルギーは惑星を構成する岩石に含まれる放射性元素の濃度に依存するため理論的には濃度をどんどん上げていけば惑星の表面温度も上がります。この論文の著者らはそこに目をつけ放射性元素を大量に含む岩石惑星なら中心性がなかったとしても液体の水を保持できるのではないかと考えました。計算の結果地球のおよそ1000倍の放射性元素を持つスーパーアースであれば長期間液体の水を保持できる温度になることが分かりました。ただちょっと待ってください。そんな放射能まみれの惑星生命が住めるのでしょうか。この論文によるとこのような惑星の場合地表面での放射能濃度は1986年にチェルノブイリ原発事故で発生した放射能汚染の数百倍ひどいということです。当然強烈な放射能によってDNA がズタズタに破壊されるため人間を含む高等生物は住めないでしょう。ただ地球上には放射線耐性を持った生物も発見されています。例えばデイノコッカスラディオデュランスという細菌は人間のおよそ500倍の放射線耐性を持ちます。こういった放射線耐性生物なら放射能まみれの惑星にも住むことができるでしょう。もう一つの疑問としてそもそも岩石型惑星にこんな高濃度の放射性元素が濃集することはありえるのでしょうか。論文の著者らは銀河の中心部付近ならあり得るのではないかと予想しています。その理由はウランやトリウムのような重い放射性元素は中性子星同士の衝突などによって生成されると考えられているのですがこういった衝突現象は星の密度が高い銀河の中心付近でより多く起こると予想されるためです。それではこういった惑星を観測で発見することは可能でしょうか。論文では2021年に打ち上げ予定のジェームスウェッブ宇宙望遠鏡を用いて検出することが可能か見積もっています。その結果中間石外の波長で10日間程度観測を行えば惑星からの放射を検出できるだろうと見積もられました。このようにこれまでハビタブルとは考えられなかった惑星においても生命が住めるかどうかを検討することは重要です。これからも様々な系外惑星が発見されていくのは確実であり放射能にまみれた大型の固体惑星に生命が存在している可能性は決してゼロではないというのがこの論文の趣旨です。それでは今回もご視聴ありがとうございました。新型コロナウイルスで自宅学習や在宅勤務を強いられている方が多いかと思いますがこういった動画で少しでもお役に立てれば幸いです。よかったらチャンネル登録もお願いします。それでは健康に気をつけてお過ごしください。